巨人の本気。昨年ソフトバンクに屈辱の2年連続4立てを食らった巨人、その大きな理由として挙げられるのが圧倒的なフィジカルさです。フィジカルとは身体的な強さを言い、サッカーだと前世紀の本田圭佑選手のように相手ディフェンダーとぶつかっても倒されない選手に対してフィジカルが強いといった使われ方をします。またダルビッシュ投手も巨人とソフトバンクの差をとにかくフィジカルさは感じます。試合見たら感じると思いますが、フィジカルが一定のレベルを超えると技術では抑えきれなくなりますとツイートするなど、最近では野球界全体でもフィジカルの重要性が周知されてきています。そして巨人は今ソフトバンクに追いつくためのフィジカル強化に向けて次々と施策を打っているんです。というわけで今回の動画は巨人がフィジカル強化に向けてどんな施策を打っているのか紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。フィジカル強化には運動、栄養、睡眠の3つの要素が必要です。巨人はこの中の運動と栄養を抑えるためボディービルダーの鈴木正史氏とアドバイザー契約を結び、プロテインブランドを展開する DNS と契約を更新しました。巨人の原監督はインタビューでパワーチームに変えると豪語しており、巨人のフィジカル強化に対しての本気度が伝わります。一つずつ解説していきます。運動。野球のフィジカルでいう運動とはウェイトトレーニングです。ウェイトトレーニングにより筋肉が強化され、投手は球速が上がり、バッターはスイングスピードが上がります。そして効果的なウェイトトレーニングを行うにはその道のプロフェッショナルが必要です。ソフトバンクにはトレーニングアドバイザーストレングス担当の高西文俊先生がいます。高西先生はかつてボディービル全日本選手権6連覇、アジア大会優勝、93年の世界選手権では日本人初となる第6位に入賞を果たすなど輝かしい実績を持ちます。現巨人一軍投手コーチ杉内俊哉氏の社会人時代にトレーニング指導に当たり、球速を14キロアップさせた実績を買われ、10年ほど前からソフトバンクの選手たちに指導。基本のトレーニングメニューは全て高西先生が作成し、それに従って新人強化選手の指導に当たっています。高西先生の最大の強みは解剖学、力学、生理学、この3つの科学と自身の経験をもとに作り上げたというフォーム。無駄を削ぎ落とし、練りに練られた究極のフォームにより1回あたりのトレーニングは30分ほどだと言います。このトレーニングによりソフトバンク投手陣は球速が150キロを超え、チーム本塁打数は4年連続リーグナンバーワンです。昨年 MVP の柳田悠岐外野手やエース千賀滉大投手も高西先生の指導を受けてきました。また昨年ブレイクした栗原陵矢選手も高西先生の指導により飛距離やスイングスピード変化を実感すると語っています。正しいウエイトトレーニングによってフィジカルを飛躍的に上昇させることをソフトバンクが結果で証明しているんです。そして巨人も今回ソフトバンクに習いボディービルダーの鈴木正史氏とアドバイザー契約を締結。鈴木氏は国内最高峰の JBBF 日本ボディービル選手権で2010年から2018年まで9連覇を達成、さらに2016年には世界2大タイトルの一つアーノルドアマチュアボディービル選手権の80キロ級で優勝、同年の IFBB 世界ボディビル選手権の同級で日本人初の快挙を成し遂げた世界的なボディビルダーです。また鈴木氏は高校時代まで野球経験があり、現在ではゴールドジムアドバンストレーナー、そして鹿屋体育大学と合同で取り組むトレーニング研究所所長としてアスリートの指導にも当たっており、昨年にはゴールドジムメソッド4ベースボールプレイヤーズの監修し、元巨人星野真澄氏ら4人と共に故障リスクの少ない野球選手の体づくりというテーマでトレーニング法を解説しています。鈴木氏は春季キャンプで臨時コーチとして指導に当たっており、その後も年100回週2ペースで効果的なウエイトトレーニングのほか、食事やサプリメントの摂取方法などの指導に当たり、長期的な視野で選手の体を大きくしていく計画だそうです。鈴木氏は使う筋肉は違うが使う部分を鍛えるというのは一緒、パワーイコール筋力×スピード、筋力がないとパワーはつかないと語り、またウェイトをすると野球するのに無駄な筋肉がつき動きが鈍くなるという行為に対しては、一流のボディビルダーぐらいにならないと筋肉がつきすぎてパフォーマンスが低下することはない、ウェイト自体を楽しいと思うのは一握り、見返りが大きいので結果を楽しみにしてほしいと自信を覗かせました。栄養。繰り返しになりますが、フィジカル強化には運動×栄養×睡眠が必要です。栄養が不足していると、いくら効果的なウェイトトレーニングを行っていても筋肉は大きくなりません。そこで巨人は21年2月5日、スポーツサプリメントの製造販売を行う
株式会社 DNS と1年間のオフィシャルニュートリューションサプライヤー契約を締結することで合意したと発表。 DNS はプロテイン市場で国内2位のシェアを誇り、巨人とはこれまでも2015年から5年間のパートナーシップ契約を結んでおり、今回は1年の契約更新となりました。 DNS は今後も巨人の選手たちに DNS ブランドのサプリメントが提供される以外に、日々のコンディショニングの基本となる食事に関するレクチャーや選手個々のカウンセリングなど、選手のパフォーマンス向上に欠かせない栄養に関する全体的なサポートを行うとのことです。株式会社 DNS は球団を通じ、今回の契約締結に関し誠に光栄に存じます。名実ともに日本一のプロスポーツチームであるジャイアンツとの取り組みによって、私たちは日本のスポーツ栄養に革命を起こしたいと考えています。日本のプロ野球選手の枠を超えるスーパーアスリートの誕生をサポートすべく、これまで培ったノウハウをフルに活かしてまいりますとコメントしました。今回フィジカル強化に必要な運動、栄養2つの要素を抑えたことで、今後より強いボールを投げ遠くに飛ばすパワーあふれる選手を生み出せる土壌が整備され、巨人が現場フロント一丸となってソフトバンクを倒そうと本気なんだなと強い意志を感じました。偉大な OB、 先日偉大な OB である張本勲氏が TBS のテレビ番組に出演、巨人2軍の若手選手にロングティーとバーベル筋トレを交互に行わせる練習に対して、それは悪くはないけどね、何のプラスにもならないよと述べ、実戦はバットとボールだからね、鉄アレイとかは筋力強くするためにやるんだろうけど、余計なところに筋肉がつくとバットの振りも鈍くなる、ピッチャーも変なとこ筋肉つくと肩痛めるよ、考えた方がいいわねと持論を展開。このようにウエイトに否定的な偉大な OB も少なくないのが現状。そんな偉大な OB について、先日ダルビッシュ投手がテレビ番組で素晴らしいことをおっしゃっていたので紹介します。その人たちはトレーニングをしっかりやってプレーした経験がないので、その発言全く説得力ないので無視で大丈夫です。だってやってないのに分かるわけないじゃないですか。例えばアイスクリームのバニラとかでも、バニラアイスクリーム食べたことない人がバニラアイスクリームの味なんか分からないし、それがどういうことか説明すらできないじゃないですか。その人たちがやってることってそういうことなので全く説得力ない。成功体験でしか人って語れないし、その人たちの成功体験って投げ込み、走り込み、うさぎ跳びとかそういうことしかやってないから、そこしか語れない。そこを自分たちで否定することができない。否定してしまうと過去の自分の人生も無駄なことをやってたというふうになっちゃうんです。というわけで今回は巨人のフィジカル強化対策について紹介させてもらいました。今シーズンからいきなり結果が現れるのは難しいかもしれませんが、巨人も中長期的な視点で考えていると思うので、3年後から5年後パワーあふれる若手が続々と台頭してくるのではないかなと思います。阪神も同じことやってほしいです。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。